リーが待っています。ライバルタッグにタッチを行いました。蹴り飛ばしていったカイル・オライリー、打撃には定評があります。サブミッションも抜群。そして出てきたのはバンダナ、ニック・ジャクソンです。いやこれはすごいです。離さない、力強いだけじゃなくて流れるようですよね、はい。ボビーと呼びました。レッドラゴンさん合体技来ました。ダブルドラゴン、オライリーが持ってボビーが投げつける。突進攻撃、流れるような IWGP ジュニアタッグ王者の攻撃。オーエンズが捕まった。そして落としていくところ、そのまま上から振ってきた。膝を打ち当てていきます。